My name is Shinya Aoki from Tokyo, Japan。 初めて格闘技を始めたのは柔道で、10歳の時に柔道を始めました。どうしてかというと、格闘技をしたかったのですが、他に格闘技が何もなくて柔道しかなかったので、柔道を始めました。日本の大会に出たのは中学生の時です。それで柔道が強い高校に行って、高校で一番良かったキャリアは日本で5番です。でその後に大学で日本で2番になって、ジュニアのナショナルチームに1年間入りました。それが大きなキャリアです。最初から格闘技をずっとしたかったので、柔道だったり BJJ だったりサンボだったり、いろいろな格闘技を見てました。そして大学に行って東京に来たので、BJJ やレスリングのジムがいっぱいあったので、それでBJJ をスタートしました。それは大学最後の時にシュートでチャンピオンになりました。でもシュートの時はまだすごく低いお金で試合をしてました。でそれだけファイトだけで、生活生きていけなかったので、警察になることを決めて警察になったのですが、で警察になった時にプライドがあって、プライドからオファーがありました。それですごくずっとずっと悩んで、本当にやりたいことが MMA だったので、 MMA にチェンジしました。一番最初のベルトはシュートのウェルターウェイトのタイトルで、その後ドリームのタイトルで、今は YMC のタイトルを持っています。初めて来たのはセミナーで、初めてイボーブに呼んでもらって、で最初はウェブサイトを見た時に、インターネットを見た時に、すごく有名な選手がいっぱいいたんだけど、載せてるだけだと思って、本当じゃないと思ったら本当にいたので、ムエタイのスーパースターたちがいっぱいいたのでびっくりして、でこんなところで練習をしてみたいなと思って、ファイトチームに参加しました。一番リボーブが一番すごいと思うのは、ムエタイのキャンプで今多分世界中で一番有名なファイターがいっぱいいるキャンプだと思います。そこでムエタイともう一つ大切な BJJ もブラジリアン柔術もすごく有名なファイターで、本当に強いファイターがいっぱいいて、今必要なレスリングのトップファイターもいっぱいいて、MMA をするのに困ることがない。イボーブに来て一番上手にレベルアップしたかったのは、一番レベルアップしたなかったのはストライキングだったんですが、ストライキングが今ストライキングが試合で怖くないので、ファイトで怖さがなくなったので、まず今のこのファイターとして、ファイターで生きるのがすごく楽しくて、毎日が幸せなので、できるだけ長くまずファイターで続けたいなと思っています。40歳を超えてもファイトできるようなコンディションを保っていたいなと思います。これはMMA というスポーツはすごく難しいスポーツで、どんなに強いファイターでも絶対に負けると思います。必ず良くないことは絶対に起こります。でもずっと続けていけば上手くなるし、勝てる、長く続ければ続けた分だけ勝てるスポーツだと思うので、諦めないで続けてほしいなと思います。 I am Shinya Aoki, I am Warrior.